はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、プリウス燃費計測第8回目かな ?8 回目やってると思いますけど、満タンにね、ガソリンを入れていきたいと思います。今回はね、正直燃費があんまりよろしくないですね。はい、今ね、給油ランプがすでに点滅して、ズズズと、こういう感じです。給油ランプがついて、今ね、85キロ。走っておりますので、結構カツカツぐらいになってるんじゃないかなと思います。というわけで、多分ね、予想だと、これ45リッタータンクなんで、42ぐらい入るんじゃないかな。多分ね、多分。エアコン入れてこういう感じなんで、多分ね、残り2リットルあれなしぐらいじゃないかなと思うんで、もう今からね、すぐ入れるんで、大丈夫だと思うんですけど。エアコン入れてなかったらもうちょっと燃費がいいから走るんだけど、エアコン入れてるんで、ちょっとね、燃費がよろしくないですね。はい、というわけで、いつものガソリンスタンドに行って、いつものように、満タンに入れていきたいと思います。はい、ということで、ガソリンを満タンに入れてまいりました。はい。ガソリンが、あんま随分値段上がりましたね。もうちょっと笑っちゃったんだけど。レギュラーガソリンですね。入った給油量 42.97。はい。まあ、大体予想通りぐらいかな。45リッタータンクなんで、あと残り2リッター。大体予想通りでしたね。で、こちら、あと162円です。はい。これは、エネオスのエネキを使ってプラス、ここに書いてある通り、4円引きチケットを使った、多分、県内最安値ぐらいじゃないかなっていう感じですね。で、合計6961円。はぁ、もう笑いが出ますね、この値段は。いやー、ちょっとガソリン高くない ?7000円みたいな。みたいな。びっくりした。先月からまたさらに上がってますよね、これ。いや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 って感じ。7000円でまだなんか上がるとか言ってるから、ね、だいぶガソリン代高いわっていう感じです。で、今回のね、燃費見ていきましょうか。今回は正直悪いです、正直。あ、そうか、さっき写真しか撮ってないんや。あ、ちょっとなんか光がちょっと反射してるけど、こちら。今回は、830キロですね。で、燃費が 20.4 と、ちょっと悪いです。はい。これはちょっと今から説明しますけど、今回ちょっと悪いんですよね。はい。で、とりあえず燃費を計測しましょう。いつものね、満タン法です。ガソリンの、いつものね、このガソリン入れるところの、あれはちゃんと同じところでしました。同じところでね。と、店員さんと、ちょっと話してて、すぐ店員さんが来てね、話してて、ちょっと回す暇なくて、写真だけパパッと撮ってガソリン入れたんで、まあこういう状況なんですよ。で、830.3 キロね。830.3 割る、今回の給油量ね、42.97 はということで、ああ、やっぱちょっと悪いね。今回の燃費ね、19.32。まあ、約 19.3 ですね。今回ね、この通り、燃費が悪いです。悪い。これの理由が2つあります。2つ。まず1つは、もうすでにエアコンをもうずっと入れっぱなしです。昼のろうが夜のろうがずっと入れっぱなしです。まあ、昼間はもう当たり前か暑いからね。夜は夜で、気温は下がるんだけど、湿度が、多分見てる、ね、天気予報関係見てる人なら、細かく見てる人はわかるんですけど、夜って湿度がぐーって上がるんですよ。だいたい最近の夜で言うと、湿度 98% とか 95% とか、だいたい0時とかでそんぐらいになるんですよ。で、そこからずーっと湿度が高い。気温は下がるんですよ。26度に下がるんだけど、湿度はここからぐーっと上がって、朝から太陽が出ると下がるみたいな感じなんですよ。で、自分はもう暑がりだから、気温が暑かろうが湿度が暑かろうがやっぱ暑いって感じちゃうんで、もうとりあえず車乗ってる時はもう 100% エアコンが入ってるっていう感じです。だからこうやって燃費が下がった一つがこれ。もう一つが、最近というか、まあ、磯に行ってるんでね。磯釣りに行ってるんで、まあ、磯釣りの時は、まあ、長距離といえば長距離ですけども、ただ自分の場合帰りは、
とてもじゃないけど、まっすぐ帰りきれないので、だいたい道の駅とかで寝てます。で、1時間とかじゃなくて、数時間寝てます。アラームを入れて特急で帰らなきゃっていうほどではないので、ただね、もう、途中まで帰ってて、あ、これ帰れるかなって思ってても、絶対途中でね、眠くなるんですよ。で、その、眠くなる眠気が、もう最近特になんだけど、本当にもう、あ、眠てえなと思ったら意識がバーって、もう飛ぼうとなるんで、飛ぶようになるんですよ。もう、だって走りながら、エアコン入れながら窓開けて、もう空気を入れ替えながら、あ、ちょっと暑いけど空気入れながらしてても、全然、なんですよ。もう、体質的になんかそういうあれなんだと思うんだけど、もう全然ダメで。だからもう最初に寝るっていうのを決めてやってます。そういうのは絶対事故起こんないからね、うん、道の駅行くまですら怪しい時もあるけど、なんとかあっこまではねたどり着く時が多いです。はい。で、今回2回かな、2回は行ってるのうちの1回は5時から寝て9時ぐらい起きたから4時間ぐらいのアイドリングですね。で、2回目の時が、5時頃着いたんだよね。そうそう、道の駅で弁当とか買ったから、道の駅は5時とか5時半で閉まるから。だからそのぐらいの時に行って、買ってってやってるんで、多分5時過ぎから寝てるんだったら間違いないですよ。で、そっから、2回目の時は起きたのが0時過ぎです。だから6、7時間ぐらい。7時間ぐらい寝てます。で、さっきの4時間とある人は11時間。アイドリングだったっていうお話ね。いや、まあ、でもね、眠いし、いや、ガソリンもったいないかもしれないけど、暑いし、で、今、この時期ね、だって、磯に行ったらもう、熱中症スレスレなんですよ。だから、涼しいとこにいたいわけですよ。まあ、入れるよね、エアコンは。もう、そのぐらいはもういいでしょってなるぐらい。もう、超暑がり屋なのよ。もう夏の時だって扇風機をさ、首かき扇風機をずーっと当ててるぐらい。それでもね、もう水分も飲んでとかさ、あと、だいたいね、急いだら2時間休憩してます。1時間1時間ね。だいたい休憩してるぐらい。傘持って。傘持って休憩してるぐらい。もうそんな感じなんですよ。それで、まあ、なんとかギリギリみたいな感じです。で、帰ってもまあ、なんとかで腕がつるとかいうのもなく、ギリギリかな。ギリギリつらないぐらい。釣りそうなのはわかるけど、ギリギリつらないぐらいの感じで帰ってるんで、で、疲れて、ちょっと仮眠っていう時に、さすがにちょっと、ね、この30度超える中、エアコンなしで仮眠って言ってもっていう感じになるので、だから、もうエアコン入れて寝てるって感じです。燃費悪くなるのもしょうがないんですけど、なので、今回ね、11時間、約ね、約11時間ぐらいですけど、アイドリングだったので、今回この燃費がね、下がってると、いったお話でございます。まあ、これはもうしょうがないよね。うん、ちょっとしょうがない、うん。釣りにも行きたいし、お腹も狙いたいしっていうので、まあ、しょうがないんですけど、19.3 か、19とか20切ったかっていう感じで。それでも考えたら、400cc のバイクより燃費いいんだよね、これ。エアコンを入れて、アイドリングもね、11時間とかやってても、400cc のバイクよりは燃費いいです。よくわかんないね。400の方が軽いし、別にしょっちゅうそんな回してるわけでもないだよ。普段の走りはこうね、ゆっくりもう低回転しか回してなくて。で、たまにあーんって回すときはあるけど、あんまないもんね。基本的にはもう低回転でブーンブーンブーンでしか回さないんだけど、なんだろうね。うん、まあ、そんな感じで。プリウスの燃費はね、なんか、それ考えるとすげえいいなって感じ。で、当時、バイク乗ってたのがペケ JR、XJR400 っていうやつなんだけど、その時の燃費が満タン砲でね、当時の満タン砲で計測してたんだけど、だいたいね、17.何ぼとかそんぐらいだったと思います。今、スーパーボルドールのが18.何ぼとか、19はいかないか。18前後ぐらいなので、当時に比べたらまあちょっと燃費いいかなっていう感じ。19ぐらいか。だいたいね。まあ冬と夏でちょっと変わるけど、まあ18後半から19とかぐらいなんですよ。それ考えるとね、ほんとこの、なんだろう。プリウスって。だってアイドリング11時間してね、なんて言うんだろう。エアコン入れて、
で、それで、そのバイクと燃費が、一緒ぐらいっていう。車重も全然違うのに、ね、で、こっちはエアコン入れてるわけですよ。すげえなと思いますね。一応排気量もね、こっちもだって言っても 1800cc あるわけだから、で、バイクは 400cc なわけですよ。排気量も全然違うと。まあ、回転はもちろんね、バイクの方が回すけど、回すって言ったって、自分普段の時は本当下の方ばっかりなのよ。それでも、でもこんだけ燃費が違うというのはハイブリッド技術というか、最近の技術はすごいなと思います。まあ、ちなみに 250cc の最近のバイクだと燃費がだいたいリッター30ぐらいですね。30キロぐらいだったと思います。忍者250とかね。その辺だと、だいたいリッター、実測で実リッター30走るんで、それ考えても、まあ、すごい燃費よね。PCX がリッター50とかだから、やっぱあの辺化け物だね。当時の株並みに走るっていうね。125なの。株の 50cc で。当時の株の 50cc と、当時ね、20年前ぐらいの株の 50cc と、バイクの今の PCX125 がリッター50なんで、一緒ぐらいなんですよ、これが。まあね、世の中技術ってすごいなと思いますけども。いやー、とはいえね、燃費がね、まあ今もこうやってね、暑いからエアコン入れながら、アイドリングでやってるんで、まあ続々と燃費がね、続々っておかしいけど、今燃費がね、ここから見て 17.1 とか、かなり下がっております。まあこれね、走り出してしばらくすれば、ある程度こう燃費っていうのはちょっとずつこう伸びていくんで、まあ、このすぐぐらいは全然大丈夫なんですけど、まあね、アイドリングだけはちょっとね、自分の中では、こうまあ、基本的にはね、もう店とかついたらアイドリングで回してるっていうの基本ないんですよ。基本ない。もう本当にアイドリングで回してるっていうのは本当磯の帰りに仮眠で寝る時ぐらいじゃないかな。それ以外でやっぱもったいないね。ハイブリッドでさえなんかやっぱちょっともったいないなと思って、回してるだけでも今エンジン回ってないんだけど、さっきブーンって一回回りましたけど、まあ、回るってことはやっぱね、走ってないのに回るってやっぱね、燃費が下がるから、まあ嫌だっちゃ嫌なんだけどね。ちなみに、アイドリングでだいたい3、4時間ぐらい置いておくと、エアコンでね、3、4時間ぐらい置いておくと、だいたい燃費の数字が1キロぐらい下がりましたね、今回。だいたいね、だいたい。だから2回目の時が、その、6、7時間置いた時が、あの時は2まで下がんないけど、1.67 ぐらいじゃなかったかな。途中からね、着いた時は夕方5時だけど、そっから暗くなって夜涼しくなるから、多分エアコンのその、ね、電気の消費量が多分変わってくるんで、だからそんな極端にドーンとはいかなかったですね。です。だからまあね、あとエアコン。プリウスはね、ちなみにエアコンガンガン効きます。ガンガン。もう10分ぐらいもしたら、もうすげえ冷たい風出るなっていうぐらい。これガスの調整とか何もしてないんですよ。何もしてない。持って行ってみようかな。オートバックスだったら一応無料点検みたいなのがあるんで、ちょっと近いうち一回持って行ってみようかな。しばらくエアコン入れて乗るんで。それによってもね、ちゃんとガスが入ってはいいけど、入ってないとその分ちょっと効きが弱くなるから、燃費にも影響するんじゃないかと。ちょっと今思いついたんですよ。なのでちょっと近いうちに、ちょっとオートバックスに行って点検してもらおうかなと思います。まあでも効きはいいからね。どうなんだろう。まあでもオートバックス無料点検なんで、ね、確か。だからまあ点検するだけは持ってってもね、そうもないと思いますので、近いうちね、持って行ってみようかなと思います。あとね、空気圧。空気圧は、確認しましたけど、前回から減ってないです。0.1 も減ってなかった。増やしもしないし、減りもしないじゃんけど、まあ、厳密に言うと前が 0.5 減ってたかなって感じ。0.05 か。減ってたかなって感じ。0.5 っておかしいよね。2.8 入れてるからさ。2.8 から 0.5 引いたら、だいぶ 2.3 だからだいぶ減ってるけど、じゃなくて 0.05 だね。減ってました。だから 2.75 入ってたって感じです。だからほぼ減ってない。一応確認しましたけどね。はい。まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、ちょっとね、ガソリン代も高くなって、この車の車検もね、まあ、9月なんですよね。9月なんで、まあ、ちょっとね、この辺どうするか、まあ、ちょっといろいろね、考えどころがたくさんあるんで、まあ、ちょっと今後、この車、この車検どうなるか、ちょっと正直、今んとこ不明です。さっきガソリンスタンドのね、お兄さんとも話してたんですけども、
タイヤがちょっとね、減ってますね、みたいな。9月車検、これのた、このタイヤじゃちょっと通らないですね、みたいな減り方なんですよ。右前だけで、はい。まあそんな感じで、ちょっとまあいろいろと悩みどころがある車なので、正直ちょっといろいろ考えておりまして。はい、以上です。はい。ということで、次回ね、燃費ちょっとどうなるか楽しみですけども。はい。ということで、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、あ、結局あれか。マグチューンの、あれ、ちょっとよくわかんなかったね。多分上がってるっぽい気がするけど。